ちこっちに置いとくよ。ああ、サンキュー、アコ。手伝うとは言ったけど、こんなに早い時間なんて聞いてない。年明け早々に悪いな、ラン。今度なんかおごるからさ。すごいな、お姉ちゃん。ここで太鼓叩くんでしょ。きっと初詣のお客さんでいっぱいになるよ。年末に猛練習した甲斐はあった？ああ、あの3人も短期間ですごく上手くなったんだ。ランたちもびっくりすると思うぞ。かすみと心と奥沢さんだっけ？そうそう、前にお祭りで太鼓を叩いてたメンバーだよ。まあそれはさておき、これを運んだら終わりだから、そしたら演奏までゆっくりしててくれよ。はい、でも何かあったら何でも言ってね、アコ頑張るから。ありがとな、アコ。その時は頼むよ。皆さん、明けましておめでとうございます。さよさん、アリサにカノンさん。明けましておめでとう。いよいよ本番だね。寒い。神社って一段と冷える気がするな。みんなこんな早くにどうしたの？太鼓まだ始まらないよ。いや、かすみ変なことしてねえかなって。私も美咲ちゃんと心ちゃん2人とも大丈夫かなって心配になっちゃって。ほら、カノン、みんなも来てくれたのね。カノンさん、早い時間なのにありがとうございます。そうだわ、せっかく早く来てくれたんだもの。一度演奏を聞かせてあげましょうよ。はいはい、それはまた後のお楽しみね。二人とも何か手伝えることがあったら言ってね。あの様子だと二人っていうより心が何を言い出すか心配って感じかな。すげえ気持ちわかる。どうやら準備は終わってしまったようね。もう少し早く来ればよかったかしら。大丈夫ですよ、さよさん。ありがとうございます。来てくれただけで嬉しいです。アリーさーん、来てくれたんだ。おい、かすみ抱きつくなって。だって嬉しいんだもん。本番楽しみにしててね。はいはい、分かったって。しっかりやれよ。後からリミたちも応援に来るからさ。そういえば、モカたちも本番には合流できそうって言ってたよ。ハロハピもそんなこと言ってましたよね。うん、バンドのメンバーが出るんだもん。やっぱり応援しに来たくなっちゃうよ。おお、そんなに来てくれるのか。それは絶対失敗できないな。平気よ、ともえ。私たちたくさん練習したもの。あとは笑顔で本番を迎えるだけだわ。だな。ほんと心はいいこと言うな。どんな演奏になるんだろう、楽しみだな。ねえカノンさん、やっぱりミッシェルでやっちゃダメだよね。え、ダメだよ。今日はハロハピじゃないし。ですよね。生身でやるとなるとやっぱりソワソワしちゃって。生身って、ミサキちゃん。そうだ、ちょうど準備が終わったところだし、みんなで屋台でも見てきたらどうだ。そういえば結構屋台出てたよな。じゃあお参りしてから行ってみる。賛成、そうしよう。トモエさん、本番楽しみにしていますね。任せてください。ご利益の大盤振る舞いしちゃいますから。いや、意味わかんないし。それじゃあみんな頑張ってね。行ってきます。見て見て、だるまさんを売ってる屋台があるよ。へえ、お正月らしい飾りも華やかですね。わあ、あの人の着物綺麗。お参りの時も振袖の方がたくさんいましたね。ねえランちゃん、さっきのお参りで何をお願いしたの？言わない。アコも言うから教えてよ。宇田川さん、願い事は
話すと願いを手放すという意味にもなるので話さない方がいいと聞いたことがあります。ね、そうだったんですか。僕毎年言っちゃってたよ。今年は絶対絶対言わないようにしようと。私は昔ばあちゃんに言葉にした方が願いは叶うって聞いたことがあるけどな。私もお願い事を3回唱えると叶いやすいって占いの本で読んだことがあるよ。いろいろな言われがあるようですし、あまり気にすることはないのかもしれませんね。そっか。じゃあアッコはその時の気分で言うか言わないか決めようと。いいんじゃない。結局は自分で努力しないと叶わない気がするし。それは同感ですね。そういえばさ、みんなは初夢見た？見たけど、え？初夢って2日の夜でいいんだよね。あ、確かそうだったと思うよ。私は元旦から2日の夜までに見るのが初夢って教えてもらったな。聞いて聞いて、アクアにすっごくかっこいい夢だったんだ。初夢は言うって決めたんだね。アコちゃん、どんな夢見たの？あのね、あたりからは喜びを…あれ、なんだっけ、ちょっと待ってね。メモ？それは何ですか？初夢の内容を忘れないようにリンリンにかっこよく書いてもらったんです。また、これこれ。あたりからは歓喜を歌う声が響き、天から…あ、くるもくるもくるも…とどろくですね。あ、そっか。天からとどろく雷の合図で宴が開かれるだよ。何それ。おお、ダメだ、全然意味がわからない。アコ考えたんだけど、あの宴って多分フューチャーワールドベースのことだったんじゃないかな。だからさ、きっとフューチャーワールドベースで大成功するっていうお告げだよ。宇田川さん、夢で成功したからといって現実でもうまくいくとは限りません。フューチャーワールドフェスは甘くないですよ。すみません。でもちょっと嬉しくなっちゃって。さよさんの初夢はどうだったんですか？私の初夢ですか？その、具体的ではないのですが、大きな山を越えたその先に、たくさんの人が喜んでいる姿が見えたんです。何に喜んでいたの？それが、感覚でしか覚えていなくて、一体何の夢だったのかしら。大きな山を乗り越える、しかも喜んでる人、それはやっぱりフューチャーワールドフェスのことですよ。私は違うと思うけれど、どうなのかしら。2人ともフューチャーワールドフェスにつながりそうな夢を見るなんて、やっぱ意識してるんですね。そういえば私も初夢見たよ。魔法の果物をもらったんだけど、それを振る舞ったらみんな笑顔になれたんだ。おお、なんだか急にメルヘンチックになりましたね。カノン先輩、初夢までハロハピ全開って感じです。なんだかいいことが起こりそうな夢でしょ。アリサちゃんはどんな夢だったの？私も結構いい夢だったんですよ。何かの音楽が流れてて気分も良くて、あ、花びらみたいなものも舞ってたかもな。きっとライブの夢だと思うんですよね。ライブの夢か。私もそういう夢見たかったかも。ロンちゃんはどんな夢見たの？あれは夢って言えるのかな。ただ風に吹かれるってだけなんだけど。え、それだけ？うん、それだけ。でも普通の風とは違った気がする。うまく言えないけど。そういう説明できない夢ってあるよね。私もたまに見るな。他の部分は忘れてしまっていて断片的になることもありますし。やっぱ一富士二鷹三なすびの夢はなかなか見られないよな。でもみんな縁起がいい夢って
感じがする。きっと今年もいい年になるよ。そうだといいね。あの風、本当何だったんだろう。すごく不思議な感じで、優しい雰囲気で。ランちゃん、向こうのお店に行くよ。あ、うん、今行く。まあ、行っか。こっちの方にもいろんな屋台がありますね。いい匂い。ソースかな。甘い匂いもするね。アクア、お腹減ってきちゃったよ。宇田川さんたちは早い時間からお手伝いしてましたからね。そういえばそうだった。私もお腹空いたかも。あ、焼きそばだ。アクア、焼きそば食べたい。だけどたこ焼きも食べたいし、どっちにしようかな。いいよ、アコ、私がたこ焼き買うから半分こしよう。ね、たこ焼きはかつお節いっぱいかけてもらいたいんだ。ランちゃんは？ランちゃんは？私は何でもいいよ。アコの好きなように頼んだら。やった、ありがとね、ランちゃん。ランちゃんってアコちゃんといるとなんだかお姉さんみたいになるね。確かに宇田川さんもここぞとばかりに甘えているように見えますね。確かに。ランちゃん、次焼きそばね。早く早く。わかったって。そんなに急がなくても焼きそばは逃げないから。あれ、なんか向こうの方に人だかりができてますね。ずいぶん賑やかですけど。大道芸でしょうか。あ、見て、お猿さんだよ。ほんとだ、猿芝居だっけ。猿回し。芸も達者ですね。これだけ人が集まるのもよくわかります。センス持って踊ってるよ。芸人さんと息ぴったり。面白い。アリサちゃん、どうしたの。昔ばあちゃんが言ってたんです。お猿と目を合わせたら襲ってくるかもしれないって。え、そうなの。目を見ないように芸を見るって難しいよ。あ、どうしたの。目が合っちゃった。え、お猿さんがこっちに来るよ。なんかリンゴ持ってるし。まさかあいつリンゴを投げる気か。あの、危ない。あれ、リンゴもらっちゃった。もしかしたらプレゼントということでしょうか。なんだよ、そういうことか。たく、驚かすなよな。お猿さん、これもらっちゃっていいの。リンゴ。あれ、カノの夢に魔法の果物が出てこなかったっけ。魔法の果物でみんなが笑顔になれる夢。あ、もしかして魔法の果物ってこのリンゴのことじゃない。いやいや、それはさすがに無理やりじゃね。でも、もし本当にそうだったら素敵だな。ありがとね、お猿さん。あら、あちらではお餅つきをやっていますね。毎年地域の人たちが振る舞ってるって聞きました。アコたちももらってこようよ。うん、そうだね。あんこに磯辺、きなこに辛み餅か。結構種類あるんだな。すみません、一種類ずつ全部ください。え、さっき焼きそばとたこ焼き食べたのにそんなに食べられるの。さっきのは半分こしたから平気平気。それにあんことかきな粉はデザートみたいなものだし。餅は明らかに主食だろう。じゃあ私はあんこと辛味にしようかな。ふえ、いっぱいもらっちゃった。
遅いんだからもっと食べなさいって言われてましたね、松原さん。これいくつあるんだろう。こんなに食べられるかな。私もたくさんいただいてしまいました。わ、お餅の山だ。さよちゃんのお餅、3人で食べたとしても余りそうだね。はい、気持ちはありがたいのですが、さすがにこんなには食べきれません。ですが、こういう縁起物を残してしまうのも申し訳ないですし。おさよさん、このお餅、太鼓のみんななら食べられるんじゃないですか。確かにお腹空かせてるかも。朝早かったし。そうですね。では皆さんのところへ届けに。あ、いたいた。こんなところにいたんだ。みんな探したよ。お、噂をすれば。かすみどうしたんだよ。ちょっとみんなに頼みたいことがあって。あ、お餅だ。あ、はい、今届けようと思っていたんです。その太鼓の皆さんでいかがですか。いいんですか。ちょうどお腹空いたねって話してたところだったんですよ。ありがとうございます。うまい。さよさん、このお餅最高ですよ。ほんと柔らかくて美味しい。わざわざ持ってきてもらってすみません。私、美味しいお餅を食べてお腹も心も膨らんだわ。ありがとう、さよ。喜んでもらえたなら良かったです。この状況、なんかどっかで聞いたことある気がするんだよね。みんなが喜んでて。あ、ねえ、あこちゃん、もしかしてさよちゃんの初夢じゃないかな。私も聞き覚えがあるなって思ってたの。あ、そうかも。確か大きな山を越えたらみんなが喜んでたって言ってたよね。ねえねえ、さよさん、さよさんの初夢ってフューチャーワールドフェスのことだと思ってたんですけど、もしかして今夢叶っちゃってません？え、初夢ですか。確かに雰囲気はこの状況に似ているような気がしますが。先輩に引き続き、さよ先輩も正夢っぽくなるなんて。いや、まさかな。そういえば、かすみ、なんか頼み事があるって言ってなかったっけ。あ、そうだった。あのね、みんなに神楽殿の飾り付けを手伝ってもらいたいんです。太鼓を演奏するこの場所を飾るの。そうなんですよ。心が神楽殿を飾り付けたいって言ったら、神主さんがノリノリでオッケーしてくれちゃって。ここの神主さん、気持ちが若いんだよな。せっかくのお正月ですもの、賑やかに楽しくやりましょうよ。なるほどな、そういうことか。いいじゃん、楽しそう。あこ頑張っちゃうよ。うん、私もお手伝いできて嬉しいな。飾りつけるものはなさそうだね。となると探してくる必要がありますね。時間も時間ですから、この神社の中で探すしかなさそうですが。わあ、みんなありがとう。楽しんでたところ悪い。よろしく頼むよ。こうなったら総力戦だな。じゃあ私は社務所にでも聞いて。アリサはこっちだよ。は？今度はどこに連れて行く気だよ。いいからいいから、アリサにしかできないことがあるんだ。たく、どうせまた大したことない用事だろ。みんなすみません、ちょっと行ってきます。うん、行ってらっしゃい。アリサちゃん、何を頼まれたんだろうね。そう、とりあえず4人で手分けして飾れそうなものを探してきましょう。ええ、そうですね。よし、みんな頑張ろう。アコ、今日は随分張り切ってるね。うん、だって
今年最初のお兄ちゃんの太鼓だもん。それに心の提案すっごくいいと思ったし、アコでも力になれるなら嬉しいなって。まあ確かにね。あ、ほら屋台の飾り結構あるじゃん。ほんとだ、いろんなのがあるね。みんな貸してくれるかな。どうだろう、お客さんを集めるために飾ってるんだろうし、難しいお店もあるかもね。まあいっか、とりあえず聞いてみよう。あ、アーコ待ってよ。すみません、ちょっとお願いがあるんですけど。あのね、それ、その飾り貸してください。ね、向こうで太鼓をやるんだけど、お姉ちゃんはね。落ち着きなって、私が説明するから。まさかこんな簡単に協力してくれるとは思わなかった。どのお店の人も神楽殿に飾るなんて縁起がいいとか御利益がありそうって言ってたよね。でも鏡餅とかだるまとかどうやって飾るの。まあきっとどうにかなるよ。だといいけど。松原さんとさよさんも集めてきてるだろうし、一回戻ろうか。そうだね。お、ねえランちゃん、あこ、いいこと思いついた。いいこと？って、ちょっと待ってよ、あこ。すみません、サルマウスのお姉さん、ちょっとお願いがあるんですけど。あのね、お昼過ぎに神楽殿で和太鼓の演奏があるんですけど、その近くで猿回しをやってくれませんか。え、お猿さんの踊りすごく上手だったし、向こうでやったら絶対盛り上がると思うんだ。紅白幕にだるま、鏡餅ですか。おめでたい雰囲気が出ていますね。松原さん、紅白幕なんてどこから借りてきたんですか。社務所の方に聞いたら奥から出してきてくれたの。へえ、この神楽殿に合ってますね。よし、それじゃあみんなで飾り付け始めよう。この門松っていうのはこの場所でいいかしら。いやいや、なんでど真ん中に置くかな。それは隅でいいと思うよ、心。そうなのね。さやさん、紅白幕飾るの手伝ってもらえませんか。わかりました。では私はこちらの端を持ちますね。鏡餅はどこに置こうかな。演奏の邪魔にならないところがいいから、ここかな。アコ、この飾りはどうする。あ、お姉ちゃん、そろそろ準備しなくちゃでしょ。それアコがやるから置いといていいよ。そっか、じゃあ悪いけどよろしくな。アコ、紅白幕終わったよ。上から飾りつけてみて。張り切りすぎだって。時間はまだあるから、もっと落ち着いてやれよ。はい。案外いい感じに飾り付けできてきたんじゃない。だよね。後でこのスペースで猿回しもやってもらえるし。うん、上出来。アコがいきなりここで猿回しやってくださいって言った時は驚いたけど、結構様になる気がするよ。イヒヒ、でしょう。太鼓もお猿さんも大成功するといいな。じゃあさ、大成功の願掛けも兼ねてもう一つ足していい？ん？何を？おお、すごく豪華になりましたね。ありとあらゆる縁起物を詰め込んだようです。本当だ、
飾りを貸してくれた皆さんのおかげだね。うんうん、それにさ、やっぱりこの看板がいいよね。お姉ちゃん見て、これランちゃんが描いたんだよ。かっこいいよね。やっぱそうだったのか、新春和太鼓演奏ね。うん、最高でかっこいい。さすがランだな、身が引き締まるよ。しっかりやんなよ、アコもすごく頑張ってたんだからさ。進んで飾り付けしたり、猿回しの人にお願いしたり。ランちゃん、別にアコ普通だよ。アコ、いろんなところに掛け合ってくれたんだって。ランから聞いたよ。本当にありがとな。お姉ちゃん、当たり前じゃん。今年初めてのお姉ちゃんの演奏会だからね。なあ、アコたちのおかげで気合入ったよ。お姉ちゃんたちの頑張り、しっかり見ててくれよな。いよいよだね。少し顔を出させてもらいましたが、腕の高さを合わせる練習もしていました。へえ、だから叩くタイミングもずれないんだ。見て見て、猿回しの方も息ぴったり。本当だね、お猿さん太鼓の音に合わせて踊ってる。かわいい。アコ、うまくいったじゃん。お姉ちゃんたちも楽しそうに演奏してるし、お客さんたちも笑顔だし、みんなで頑張ってよかったね、ランちゃん。そういえば市ヶ谷さんはどちらに行ったのでしょう。あ、忘れてた。確か、かすみちゃんに連れられて行ったよね。でも、かすみはここで演奏してるし、どっか別の場所で見てるのかな。でも、どこで。本日はお集まりいただきありがとうございます。え、この声って。早速気づかれた。どうすんの。もうどうにでもなれ。お集まりの皆さんにとって今年一年も素晴らしい年になりますよう祈っています。それではフィナーレです。大きな拍手をお願いします。さ、ここで言うのもなんだけど、アリサの初夢ってさ。うん、何かの音楽が流れてて、花びらみたいなものが舞ってたって。多分このことだよね。夢叶ったみたいだけど、ライブじゃなかったね。それでも素晴らしい盛り上がりですね。市ヶ谷さんの頑張りが演奏を後押ししているようです。よし、ラスト行くぞ。そりゃー、ありがとうございました。みんなすごかったね。最後までパッチリやってたよ。うん、練習の成果出せてた。お正月にふさわしい華やかさという感じがします。あ、これってもしかして。お、どうしたの、ランちゃん。今の風、夢でもこんな感じだったかもって思って。あー、そっか、そういえばランちゃん言ってたもんね、風に吹かれる夢を見たって。これってランちゃんの初夢も正夢になったってことじゃない？っていうか絶対そうだよ。それはわからないけど、悪くないね。おったアリサ、お疲れ様。すごく盛り上がってたよ。
まさか紙吹雪役で駆り出されてたなんてね。でも初夢が正夢になったじゃん。まさかあんな形で正夢になるなんて。それにしてもあんなに賑やかだった神楽殿もあっという間に元通りですね。見に来たみんなも手伝ってくれたから、おかげで早く片付けられたけど、夢から覚めたみたいでちょっと寂しいね。まあそうかもしれませんね。とりあえず無事に終わってよかったです。うん、今日一日すっごく充実してたな。今日だけじゃないよ、カノン。きっとこれから毎日充実してるよ。だってさ、みんな初夢が正夢になったじゃん。そうだよね。ランちゃんの風の夢も正夢になってたもんね。まあただ風が吹いただけなんで、正夢になったなんてはっきりは言えないですけどね。ただ夢と同じような安心できるような気持ちがいい風でした。ああ、私もその風分かったかもしれない。最後の紙吹雪がその風に乗って一気に舞ったんだよな。私たちも見たよ。あの時本当に綺麗だったよね。神社で風が吹くことは縁起がいいと聞いたことがあります。特に印象に残るようなものだとなおさら。そうなんですね。もしかしたらアコたちのこと神様が褒めてくれたのかな。案外そうかもしれないな。アコの夢はどうだったの？アコは夢の中であったことは特になかったな。そっか、意外と気づいてないだけかもよ。アコちゃん、もう一回読んでみてよ、初夢の内容。あたりからは歓喜を歌う声が響き、天から轟く雷の合図で宴が開かれる。ん？ちょっと待って、歓喜を歌う声ってお客さんの歓声みたいじゃない？それでは轟く雷の合図で宴が開かれるというのは、きっと和太鼓の演奏だ。なんだ、夢叶ってるじゃん、ハコ。え、そうなの？ハコもいい年になる？うん、もちろんだよ。あー、やったー。あー、でもそしたらハコたちの夢はフューチャーワールドフェスのことじゃなかったんだ。あの夢がお告げなら絶対うまくいくと思ってたんだけどな。宇田川さん、がっかりする必要はないわ。フューチャーワールドフェスはもう夢の中の場所ではないもの。夢に頼らなくても私たちは力を出し切ることができる。そうでしょう、さよさん。うん、そうですよね。アコ、もっともっと頑張ります。ロゼリアを信じて。おーい、みんな、お待たせ。お、霞たちも終わったみたいだな。みんなありがとう。みんなのおかげですっごくすっごく盛り上がったよ。私も最高に楽しかったわ。みんなの素敵な笑顔がたくさん見られたもの。お疲れ様でした。素晴らしい演奏でしたよ。まあ悪くなかったんじゃない？はあ、緊張した。でも意外と気持ちよくできたかな。みんな堂々としててかっこよかったよ。アコ、お姉ちゃんの太鼓はどうだった？あのね、すっごくかっこよかったよ。やっぱりお姉ちゃんの太鼓は世界一だよ。ありがとな、アコ。なあみんな、これから打ち上げ代わりにうちに来ないか？お菓子でも食べながらお正月らしくボードゲームでもやろうぜ。いいねいいね、賛成。うん、楽しそう。みんなでボードゲームってお正月って感じがするね。けどこれだけの人数入るの？大丈夫だよ、せっかくのお正月だもん。にぎやかにやろうよ。
正月からみんなで遊べるなんて、今年もだどーんといい年になりそう。